さあ今回はキャンプにやってまいりました。珍しくですね、福さんと2人です。じゃあ一杯やります。早速それじゃあ早速いただきます。乾杯。お疲れです。おはようございます。一月ぶりじゃない、あ、万博の時か。1月そうですね、1月ぶり。あ、そっか、あの時動画撮ってないから。うん、そうだね。あ、うめ。あ、うめ。こんな2人でやるのって初めてですもんね。ね、こんな感じになるのはね、ちょっと楽しいかもしれない。結構あれっすよね、福さん一人ではいろいろ行ってますよね。うん、だけどあのインスタとかアゲンだけでブラッと行ったりはね。あ、でもあんまり他に行ってなかったからね。福岡も結局行かれなかったし、そかそかそか、広島もダメだったな。あ、そうだ、両方とも俺ダメだったから。そっかそっか、広島か福岡とかね、また行きたいですけどね。福岡だったら、まあ、行ってみてえな。宗像なんか行ったことないから、あ、そんなとこなんかすごい興味あるし。宗像は確かに、あそこの宗像のキャンプ場の管理人さんがめっちゃいい人でしたからね。一応お金は取るようになったらしいんですよ。うん、うん、まあやっぱ管理もあるだろうし。なんかいつかやっぱその日立のユーザー集めて、あ、なんか交流会みたいなのやりたいらしいんですよ。面白いだろうね。それとか面白いと思いますけどね。多分今鈴木さんとかあれじゃないですかね、きっと。あのこういうオプション考えるのが楽しくてしょうがないんじゃないですかね。だろうね。で、ふもとっぱら行ってたよ。あ、マジですか。寒いけど、薪ストーブいいんでポカポカとかって。中の人じゃねえ、中の人の鈴木さんだろうなとか。よいしょ。なるほど、ぬれてるな。こういう状態に、もともとこれそこにやるやつじゃないですか。それで使ってる人もオプションでね、オプションで無駄なく使えるというか。あの島ちゃんがの4方向に出しとったの。はいはい、それ鈴木さん、鈴木さんがやってないやつが、はい、あれすげえな。あれとかすげえ基地感バリバリでしたけどね。基地感バリバリ、あれこれ4つ出す、確かにオープンで出した。ちょっと武骨すぎるというか、もっとかっこよくしろみたいな声があったらしいんですけど、ただこれがいいんだと思うんですけどね。いや、シンプルイズベスト でそっから自分の色出せるわけだよね。そうですね。でやってる間に鈴木さんたちとめちゃめちゃ仲良くなったっていう。意気投合したんだね。それはわかるわな。うんうん、本当キャンプ好きでしょうがないって感じ、ね。ああ、そうですよね。楽しくてって。しかもなんかね、鈴木さんのね、俺いいなと思うのはね、あれなんですよ。なんかこの今風じゃないっていうか、オールドスタイルというか、なんか昔からやってる人の感じなんですよね。あれがまた面白いなと思って。なんか今の最近始めた人って大体洗練してこう綺麗な綺麗な感じになってるじゃないですか。それもだからメーカーを色彩みたいなね、スタイルっていうとか、あのメーカーとかそのなんだろう、雑誌とかそういうようなメディアのこうね、そういうふうな流れの、わかります、わかります。綺麗なこう映える、自分なりにこうプラスアルファしてとかって、結構なんかみんな同じような感じだったりしますもんね。大体パップテントあって、なんかね、お座敷じゃないけどこうロースタイルでみたいな、で下にグランドシートでラグやったりとか、こう、はい、でランタンかっこいいのがあってみたいなね。ないもんね、鈴木さん。ない。でもだからなんかいいよね。うん、いいなと思いますね。だから買ったよ、すぐに。うん、速攻で買ったもんね。これこれまだ使ってないやつですか。これもまだ、これはもう全然まだ使ってないから、うん、なるほど。あと島谷、ああ、中華鍋ですよ。あ、中華鍋大丈夫。あ、そうか。あの誰、あのあるあるユーチューバーさんの中華鍋持ってるよ、俺も。購入して抱いてるんだ。購入してあるよ。これがん、どこ、どこでもいいさん、とにかく十字になってるとこだったら。ただ真ん中行き過ぎると熱くて、そうだね、できないんですけど。やっぱちょっと離れたぐらいのところ。そうですね。ここじゃちょっと離れ、ああ、多分それぐらいで十分だと思います。なるほど。そうなんです。こう来るのか。はい。でもその上でガンガンガシガシやっても。やっても大丈夫だね。はい、大丈夫でした。定価でも安いけど、もう
瞬殺だったからね。そうですよね。一応これ袋がついててですね、3月次3月の中旬ぐらいを予定してますとかって。あ、そうなんですか。誰かがね、あのツイッターで聞いてたのがあって、次いつ入荷になりますかとかで、買えなかったんだけどとかって。3月か。一応これ色はこの間色あの塗ってたやつだね、はい、塗り替えて。ちょっと待たせてもらって、やっぱか、あ、軽っ。めっちゃ軽いでしょ。軽多分あの前回むつびさんとか持ってたのは鉄製なんですよ。だから結構重量が多分あると思うんですけど、これはもう全然、これは軽いね。軽いっす。あとまた違う、え、これなんですか。これはまたハーゴワークスっていうところの、これもクッカーセットみたいなやつ。そうそう、だからメスティンのメスティンみたいな感じの、だから専用の袋に、で、ああなるほど、深型の。ああ深いですね、うん、で一応だからコーティングも中もコーティングしてあるし、ああでこっちがフライパンになる。へえ。でちょっとこう段になってるし、なるほど、油干しても大丈夫みたいな、うん、で蓋がまた、蓋もだから起こせるようなできるように。なるほどね。でこういうふうに、ああこれも面白いですね。で高さが欲しかったらこうフライパンが上に来て、下に、蓋が下にっていう、したらもう少し荷物が入ったっていうできるタイプのクッカーでね。あー、これもそうですね。俺最近あの深型メスティンであのティラミスを作ったんですよ。おお。で本当は今日持ってこようと思ったんですけど、さすがに2人なんか食い切れないなと思って。あ、ティラミスを。そうですね、メスティンもあるよ。お、これが深型メスティンですね。でもこれもあるんですね、すげえ。一応両方ある、両方ある。メスティン何個あるんですかこれ。1,2,3,4 つあるね。おかしいな。人が一人のはずなんですけど ねだからあのでもダイソーのメスティンとか持ってないから触手側がなかったっていうか。そう、ダイソーのメスティンはね、僕もあのよく紹介してる人いっぱいいたんですけど、ちょっとなんか僕もなんかあんまりだったんですよね。アマナジャケジャケ、みんなあの飛びついてる時には近寄らないっていう。これは？アルミの缶、缶が。ああ、アルミの缶、うん、ただのスチールのハンガーラック、ハンガーラックもいいんだけどね、アルミの方がやっぱ軽くってね。うーん、これはちなみにどこのやつですか。これはね、ハイランダっていう。ハイランダ、うん、そんなに重たいものはダメだけどあの、ね、寝袋とか、あ、干したりするとか、うん、軽いものをね、干したり乾かしたりするのにシートやなんかとか、うーん、いいのにね、結構便利だったり。これをで、でこう、あれっすか、人膜っぽくなるってことですか。そうそうそう、人膜、まんま人膜で。へぇってな感じで、人膜に。へぇ、結構便利だったり。これいいっすね。これちなみにお値段で言うとセットで4000くらいだったかな、なんかそんぐらいの。いや、4,000-5,000だったらこれ俺絶対買いますよ。定価はもっと高かったはず。おお。在庫一層でお安くなった。そうなんですね。あ、でもこれ人膜としては結構ね、背も高いし。そうそう、いいですね。これが M サイズに S サイズもあったりするっていう。S サイズも持ってるんですか。これはじゃあ両方とも安かったから勢いで買ったっていう。まあ安くなくても勢いで買ってそうだな。いつも失敗するけどね、たまにはこういう風にね、当たり前のように買わないとね。いいよねって。失敗するというか、とりあえず買ってしまうところが。これはね、さすがにちっちゃいんだよ。なかなか S サイズと M サイズを同時に見れることもないんじゃないですか。ね、使うんだったら、俺、使うんだったらやっぱこの M の方が
普通使いだったらね。で外してハンガーで物乾かすときに、あのシュラフとか、ああそうっすね、乾かして帰るのにちょうど、うん、年末ぐらいからセールやってて、まだ未だにまだもう少し残ってるからね。あ、マジですか。ちょっと俺もナチュラム見てみようかな。なんかもしかしたら他にも面白グッズみたいなのがあったりしますかね。だからナチュラムもだし、ハイランダー、あ、ハイランダー、ハイランダーも、まあ、ショップあるし、ハイランダーのホームページからその安いの見つけてナチュラムで買うとかで、同じ値段でナチュラムで売ってるから。ああ、なるほど。じゃあちょっとオタク拝見します突撃隣の的なやつで。どう、椅子があって、おそらく多分テーブルとかをね、ここにね、また持ってきて夜中過ごすのかなと思いますね。またテーブルとかここの中に入れるような感じですよね、きっと。で、1枚だけ入れるか、とりあえず何か考えてっても、多分ストーブ出したらそれっきりかなと思うんです。ああ、ストーブ持ってきたんですか。うん、あ、なるほど。あの、タクドストーブがあるんで、それを、あとはだから下、肝の、ああ、なるほど、寒くないように、と、あとマット敷いて、で、これがだからスナックパックっていうところの、シラフリミットがなんか、だからアホみたいな高いやつ。スナックパックっていうメーカーのやつですね、うん、リミット、これのどれぐらいなんですか。快適、コンフォートが12、マイナス12度で、快適がマイナス12度、まあ、これリミットが確かマイナス17度っていうタイプの架線のやつ。うん、一応架線で、あれですか、副産的にもあの、ダウンじゃなくてももう架線で十分みたいな。車中泊よ、この間車中泊で寒かったから。なるほど。それで車、架線でと思って。だから結局車で移動するとなったら、あんまりそんなコンパクトになるって必要もあんまなかったりするってことですよね、うん、重さとかだからかさばってもあったかい方がね、ああいや、そりゃそうですよね。足元、最悪足元開ければね、熱い分はどうにもなるし。なるほど。衝動買いしたやつだけど、ね、衝動買いしたやつで、僕いる、ね、まだ欲しい。あるけど買うとかあるけど買うって言われたら確かに欲しくなりますね。僕はもうこんだけですね。あのコットがあって、椅子があって、あとでテーブルでも置こうかなっていうぐらいで。そうなんですよ。これが我が家です。それこそ本当ね、万博、この間からの万博じゃないけど、うん、気軽に、さっきの話じゃないけど、ね、飯食いに行ったりとかの目的でね、観光でプラットっていうのはありだなと思うし、別にね、キャンプで絶対しなきゃいけないわけでもないし、ないしね、うん、で目的は楽しんで、ね、みんなで楽しく過ごすっていうのが目的だけ。そうキャンプはその手段だから、うん、どういうやり方でもいいあのご飯買いに行ったんですよ、うん、で笠戸島ってあの売店があるじゃないですか、うん、で売店があってカレーライスとか、うん、買えるもんね。そうそう、で朝ごはんにまあ子供らにと思って買って、こう持って、うん、トレーで、でトレーに持ってこう運んでたら、なんかその子らがなんかこうひそひそ話でこんな感じでやってるんですよ、うん、見てあれみたいな感じで、こんなとこ来てカレーとか買ってるみたいな感じなのかもしれないけど、いや売ってるからいいじゃんって話で、そうそう、で買ってあげないと、あのそこのおばちゃんたちもどうしようもないじゃないですか。だから俺あのやっぱ車中泊とか行ってもその現場のものを、あの、食べるっていうのがやっぱ、うん、だから車中泊する時とか、ね、泊まるような時って大体だから道の駅とかだったら、うん、空いてる時間に、ね、買い物して逃げるとか、ね、うん、逆にあの先に買い物しておいてそこで一晩、ね、そう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 、泊まるとかっていうケースとかは最低限かなとかって。そう、あのやっぱり泊まらせてもらうところがあるから、やっぱお金落とさないといけないかなっていうのがあって、そこがもう前提じゃないかなとかって思うけど、逆にそれを目的にね、に十分の旅の目的になるぐらいじゃん。だってそこの地元の食材でこれこれ食べに行くとかっていうのは、じゃないと次来た時に物がない、そこがないとかってない可能性十分ありますからね。今まだねそういうのがブームだからいいけど、
このキャンプブームみたいなのがあってキャンプ場も多分めちゃめちゃできたじゃないですか、うん、だけど10年ぐらい残ってるとこって多分少ないと思いますよ ね、 だ、 ね、うん、だって公園以外は赤字ってもうね存続できないわけだから続けられるね市とかでやってない限りはね車中泊とかもなんかどっちかっていうとお金使わずに旅をするところがあるじゃないですか、まあそれはそれであるんだけどでもそれはそれでなんか使うところは使ってあげてほしいなっていうのはなんか宿泊費が浮く分うまいもん食ったりとかいやそうなんですよ、ね、そういうようなね行って移動で宿泊してうまいもんまでって言ったら例えば10万かかるのをねあの宿泊が浮くことによってじゃあうまいもの2万円で料理が食えるとかって言ったら本当そうなんですよねあなんか増えちゃうとかねあの人目ざといけなんかすぐあの後ろのあれ何とかねすぐ言いそうな気もするしね言いそうめっちゃ言いそう買っとるやないかっつって俺全然新しいもん買いてないのにとかあ俺あそれ俺か今ねあの一緒にキャンプした人と2人でキャンプしおるんよ覚えてないかなこの間あでも先月だからね車中泊の時あそうお隣だったからねたこ焼き作ってたもんねたこ焼きくん前なんか一緒におった人覚えてないあの車で寝た時にあの時にあの覚えてるよ覚えてる、こんばんはこんばんはってこんばんは今福さんと一緒にねこれを見てますよ、うん、あ、そうなのそうそうそうちょっとすっぴんなんでその横の方がいいすいません、失礼しますよいやもうそれは大変だなこちらこそ申し訳ないけど大丈夫、あのビデオカメラには映ってないけうん、いやいやそういう問題じゃないいつもお世話になってますわーいまた今度また今度またねいやこんな感じでたまに覗いたりとかするんですよいいね子供がまだ反応してくれるから今ん真ん中の娘さん今のそうですね真ん中の子で今小4ですね上が中いや、上はね、まだ6年生か今年6年ですねあ、そっかで、真ん中の子は今年4年5年で、たこ焼きくんが1年、2年になるんだから2年になりますねちっちゃいかと思ったらもうすぐ女の子はまたね、大きくなってっていうかそうっすねすぐだからねまさてって、まさてこと言い出すもん、ねまあ、だんだん話も合わなくなるじゃないけどヒットですねこんなにしまちゃん気に入ったと思うびっくりしたさて10時過ぎたしぼっちらぼっちら片付けますかね片付けますかの方がいいだろうそうですねだから息でも出れるうーん